でもそこまでいかないとやっぱ楽しいって思えないじゃないですか。この神事に全部をこう費やしていくことがだんだんきつくなってくるんです。いや、それはだから分々に応じて色心相応の信者っていうんだから、分々に応じてやっていけばいいのさ。あんまりその高望みはしちゃダメだよ。そう、富士釈神妙とは言うけども、なんつうかな、ストレスがあんまりたまるような富士釈神妙だったら、まあちょっとほら遊びを入れたりとか。それってじゃあ月々日々に強い玉じゃないやん。だからよくあるぜ、その俺もご住職、あるどっかのお寺のご住職に言われたけど、富士釈神妙を貫くがために身を大事にしなさいねって言われたことなんだよね。つまり今の短い期間だけ突っ走って、例えばぶっ倒れちゃったら、ご破産じゃんかさ。そのぶっ倒れて入院した時間がかえってもったいないじゃん。ってことは月々日々に強るためにだよ。一生だよ、一生。一生月々日々に対極的に見て強るためには、ある時は体を少し休めたりとか、ちょっと睡眠を長くとったりとか、そういうしぶとくいくわけさ。短期間でバーッ突っ走ってバーッもうバーッっていうタイプや。もうそうだったわけ俺も。だけど確かにそうだよなって、一回過労でぶっ倒れた時にそれを悟ったもんね。なんだ、本当に突っ込んで突っ込んで突っ込んでいって、その結果1ヶ月半寝込んだんだよね。あ、じゃあなんだよ、その1ヶ月半をもろに寝込むんだったら、突っ込む前にちょっと休暇を入れとけば、少し体を休めとけば1ヶ月半も無駄にしなくてよかった。10日割れば10日ぐらいの休息によってだよ、こう分散すればね、1ヶ月間ってものは無駄にしなくてよかっただろうなっていうふうに思ってから、だんだんまさに知恵が回ってくるんだよ。天晴れねれば地明らかなり、法華を知る者は世法をべきかって、その還元が分かってくる。だから若いうちっていうのはね、だけど基本的には若いうちはやっぱり突っ走って突っ込んでいくべきだと思うよ。あんまり還元、若いうちからあんまり還元しちゃうと、こう器がちっちゃいまんま育ってっちゃうから、やっぱりもうぶっ倒れる経験もするべきだと思うね。ここまでやるとやっぱり寝込むんだと。それをまた這い上がってきてまたやる、這い上がってきてやるっていう、そのうちに丈夫になってきちゃうんだから、そのうちには。それをその自分の今までの経験からして、これ以上やると私やなって言ってビク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 そこから手前側で止めてたら、もうそれ以上の器は広がんないじゃん。もっと本当はもっと可能性があるかもしれないのにさ。その点では確かに20代っていうのは本当に突っ走り切ったから言えるよね。自分その頃は体力もあったから、どんどん突っ込んでったって、そんなに倒れるとこなかったから、まだできるんだな、まだできるんだな、もっとできるんだなっつって、グイグイやってたもんね。10時間障害の10日間とかってのは十何日間だな。結構これは座ってたは言うけど、これはやっぱ一生の思い出だよね。10時間障害を13、14日やったのかな。まあむちゃくちゃってはむちゃくちゃですよ。それとかまあ尺服って尺服で、本当に冬の最中バイクだもんね、当時車ないんだから、バイクで一軒一軒が1時間とかあるところをバーで歩いてやって歩いたとかさ。確かにその最中に熱発して3日間ぐらい寝込んだこともあるんですね。